スノーマンの貯金事情とは、中居正広、貯金事情告白、意識しなくても増えていく。お金が入ったらすぐ全部使っちゃって、貯金っていうものを全くしてない、という深澤、貯金ってしてますか?という質問に中居は、貯金はしてないです、と回答した。続けて、意識しなくても増えていく一方で、一生懸命使ってんだけども、としたり顔でコメント。この中居の様子に、ゲスト出演していたスノーマンのメンバーたちは、かっこいい、と驚愕した。そして、中居は、デビュー当時から貯金は少しずつ上がっていくわけですよ。でも使ってるのよ。でも貯金する額も上がってくるでしょ。どんどん、貯金額と使う額の差が、開いてくるのよ。どんどん使ってるのにどんどん増えていく、と貯金が増えていくいきさつを説明。カメラ目線でドヤ顔を披露した中居に、手を叩いて笑い、驚きの声も上げるスノーマンメンバー。ダウンタウンの松本人志は、ほんまやからな、と反応し、さらに笑いを誘っていた。